いただけましたか。これからこの電車に乗った皆さんだけを素晴らしい体験ゾーンにご案内します。ご案内する前に皆さんにお願いがあります。皆さんの周りにある電車の窓を見てください。窓は開いていないでしょうか。もし窓が開いていたら、お近くの方は開いている窓を閉めてください。それから体験乗車が終わるまで絶対に窓を開けないようお願いいたします。皆さん、今ちょうど一番前から自動洗浄機に入っています。今電車のスピードはどのくらいだと思いますか。大人の人が少し早足で歩く手形で約5キロほどですよ。皆さん、もう一度お近くの窓が開いていないか見てくださいね。1回あたり
り約3トンの水を使っていますよ。見てみて、はい、1メートルの立方体が3個の計算ですね。この自動洗浄はまず最初に洗剤で洗います。その後水で2回ほど洗います。ということは合計6トンの水を使っていることになります。随分水を無駄遣いしているなぁと思われますが、実は埼玉高速鉄道にはものすごい装置があります。それは今使った水を大流の装置という大きな機械で綺麗な水にして何回でも使っているのですよ。それからもっとすごいことを埼玉高速鉄道はやっているので、この電車が到着してから見てください。進行方向左側の大きな建物の屋根から大きな白いパイプが下がっています。このパイプは雨が降った時に屋根に降った雨を集めて機械できれいにしているので、なので皆さんが今乗った電車をきれいにした水はただ無料です。すごいことですね。最後に、埼玉高速鉄道は来年3月で10周年を迎えます。これからも地域密着、皆様に愛される埼玉高速鉄道でいれるよう、このようなイベント活動も盛んに取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そろそろ終点に近づきました。降りるときは皆さんが乗ったときと同じように進行方向後ろから降りてくださいね。降りたとき電車と反対側から落ちないように十分気をつけてください。電車とホームの間には隙間がありますので十分に気をつけてください。小さなお子様をお連れの方は必ず付き添いの方が手を引いてください。またお飲み物など受付前の広場で販売しております。どうぞご利用ください。電車のやつほらほら見てください。この後も残りのイベントを楽しんでくださいね。本日はご乗車ありがとうございました。